田中さんアンサミット2012へお越しいただきましてありがとうございます今年の統一テーマが日本再創造に向けたビジョンと行動ということになっておりまして日本をどういうふうに良くしていくのか強くしていくのか変えていくのか田中さんご自身のビジョンをお伺いしたいんですが。 そうですね、今、わ今我々がやろうとしていることでもあるんですけれども、やっぱ2つ必要だなと思ってまして、1つはやはりあの日本ではこう新しいベンチャーが育たないとか、新しい産業ができないということが、よく昔から言われてますけれども、やっぱそこに対して、我々自身の会社をもってして、新しいこうベンチャーとか産業っていうのができるんだということを、実例として指し示すということが1個やりたいなと思ってます。 あともう1個は、やっぱりグローバルでビジネスをしていくということをもっと進めていく必要があるなと思ってまして、それも今、我々があが進めていくことではあるんですけれども、日本だけでのビジネスじゃなくて、世界でビジネスをしていくということが、僕らもしたいと思ってますし、それ自体を成功させて、日本でも新しいビジネスを作って、世界で勝負者、勝てるんだということを証明したいと思ってますね。すると、行動というところでいくと、日本初、グローバルベンチャーを作っていく、こういうことになりますか、ね。 そうですねそれが本当に実現するということが一番やりたいことでありますね。今年はグローバルエリアとしてはどの辺りをこうフォーカスを与えていくのかそうですね、あの身も蓋もない発言なんですけど、全部っていうのはですね。<laughs> <laughs> やってま,してまあ、フェイスブックとかツイッターとか見てると、別にどの国だけやってるというよりは、基本全部やっていて、たまにうまくいかないところもあるという感覚だと思うんですよね、だからまあ、あんまこういうふうに一刻一刻考えすぎず、とにかく全世界一遍にやるということが重要かなと思ってますね。なるほど頑張ってくださいいしますすありがとうございます